皆さんこんにちはノれいワールドです。皆さんはクレヨンやクーピーがポキポキ折れて困ったことはありませんか私も小さい頃クーピーやクレヨンをポキポキ折っていた記憶があります。折れる時のポキってなる感覚がたまらないんですよね。しかし保育園や幼稚園のものをポキポキされるとこちらの心もポキッといっちゃいますよね。そこで今回は簡単にはポキポキ折れないこちらの極太クーピーをご紹介いたします。 今回はこちらのハートと星の塗り絵を使って実際に塗りながらご紹介させていただきます。こちらの塗り絵は塗り絵ワールドのウェブサイトから無料でダウンロードできますのでよかったら使ってみてください。またこのチャンネルでは保育園や稚園で使える無料の塗り絵やえいろんな画材をご紹介させていただきますのでよかったらチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。皆さんのご協力に感謝いたします。 それでは早速ですが、塗りながらこちらの極太クーピーのいいところを伝えていきたいと思います。まず一番最初に塗りカスが出ないっていう点ですね。クレヨンで塗ると塗りカスが出て机についたりして掃除が大変という声が多いかと思いますが、こちらの極太クーピーでしたら机は綺麗なまま塗りカスが出ないので、机は綺麗なまま塗り絵を楽しむことができます。実際私、塗り絵ワールドの管理人がこの極太クーピーを買った理由としても、 この塗りかすが出なさそうっていうのが一番に挙げられます。ろうそくのロうを持って塗っている感じになります。あまり手に色がついたりすることはないと思ってください。こちらは試しにクレヨンで塗ってみました。この塗りかすですね、ちょっとすでに出てますが、えっ、ー、と星の部分をちょっと塗ったら塗りかすがちょっと出てしまいました。 やっぱりクレヨンだと塗りかせが出ちゃうしまいますので机がちょっと汚れてしまいますよねクレヨンに関しましては小さな力でも簡単に色が塗り込めるっていうメリットはありますけどでもやはり、えー、と塗りかせが出るそして折れやすいそして手につきやすいっていうメデメリットも数多く存在します、はい、では再びクーピーで塗っていきたいと思います はい、それではクーピーのいいところ2つ目はですね、色鉛筆みたいに混ぜられて強弱もつけられるという面ですね影がつけられたり遠近を表現することができるようになりグラデーションや影を表現することによって塗り絵をより楽しく塗ることができます さすがにね、2歳児さんで、えっと、鍵を表現する子は多分いないと思うんですが、グラデーションぐらいならね、4、5歳さんぐらいなら多分できてきたりするので、よかったら試してみてください。そして3つ目のいいところとしては、折れにくくて減りが遅いっていう面ですね。やっぱり保育園や幼稚園で色鉛筆などを出していると、減りがとても早くなってしまいがちですが、こちらのクーピーでしたら結構ね、 長,く長い間使えると思いますのでおすすめします特にクレヨンは減りが早くてポキポキ折れてしまってなくなるのがすごく早いですよねそんな時にはこの極太クーピーを出してあげるとみんなで長い時間楽しめることができると思います以上が僕が実際使っていて思ったこの極太クーピーのいいところ3つでした まずは塗りカスが出ないこと、そして色鉛筆みたいに混ぜられて強弱もつけられること、そして折れにくく減りが遅いっていうことですね。いかがでしたでしょうか。この極太クーピーは多分スーパーなどでは見つけることは難しいかと思いますが、えー、Amazon の方でね簡単に購入することができるので、えー、とこの動画の説明欄のところに、えー、Amazon のリンクを貼っておきますので、よかったらお試しください。 それではここから先は塗り合いが完成するまで早送りしてご覧くださいあとちなみにですが、えー、と極太なので細かいところを塗るには適しておりませんやはり細かいところを塗るには色鉛筆の方がね適してると思うので最後の仕上げに関しては色鉛筆を使わせていただきました是非子どもたちにも必要な時に必要な道具を選んで 使っっっててててていいいくくうことを教えていってあげてくださいねそれでは本日この動画を最後まで視聴してくださった皆様ありがとうございました。このチャンネルでは保育園や幼稚園で無料で使える塗り絵ワールドの塗り絵を動画に撮ってアップロードしております。また新作ができましたら新しい動画を出していきますのでよかったらチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。本日は皆様ありがとうございました。